んにちは、サンリです。今日はドーン、ジーナの付録を使ってこのルックを作りました。ではこのチュートリアルとレビューを始めたいと思います。では始めましょう。はい、ってことでこちらの付録ずっと待ってました。やっとね、今日買いました。今日発売日で、今日多分あげていると思うんですけども、ジーナのこちらのパレットたちがね、すごいね、ジェリーが出た時に、インスタグラムでこれ見かけたのね。これもう出してる人がいて、で、ああ欲しいと思って、なんでかっていうと、まあパレットの色もすごく可愛いんだけど、このリップたちがすごい気になったので、まあこれを開封をしていきながら、また付録を使ったメイクをしていきたいと思います。はい、ってことで早速開けていこうと思います。で、まあジーナのね、雑誌の中にもチュートリアルがあると思うんですけども、まあそれはそれで見た人は見てください。で、こんな感じで、もうここら辺はねもう開けたんですけど、じゃじゃーん、こんな感じです。パレットが、まあメインとしてパレットなんですけど、スワッチしていこうと思います。アイシャドウが3つと、これクリームハイライターみたいな感じだから、ハイライトとしても使えるよみたいな感じです。と、あとチップですね。まあチップは取っちゃいましょう。ではいきたいと思います。おお、この感じ、あ、めっちゃ優しい色でめっちゃ可愛い。わーお、すごい。ちょっと結構グリグリしちゃったけど、やばい。わーお、これは1回だけでしょ。おー、1回だけなのにこれなんかクリスマスカラーな感じがする。そして最後にね、これ、あ、柔らかいね。これちょっと、これはグリグリしますね。あーん、うん、大丈夫これ。あー、すごい、なんか何なんだろうこれ。あーあー、一見見ると全然何もつけてないように見えるけど、光に当たるとこのブローな感じ、うん、いい感じですね。まあこれが密着して乾いてくれたらすごくいいんだけどね。はい、ではこっちね、こっちやっていきます。おー、なに、やばくない、やばい、なにこれ、すごいよ。これに関してはね、人にしてだけだから。うわーお、やばいなこれ。え、すごいよ。しかも何も塗ってない、手に何もプライマーも何もないから、まあもう一個の色はね、もしかしたら見えないかもしれない。まあちょっと見てみよう。やばくない？これはちょっとやばいよ。すごい可愛い色。え、最高じゃん。最高、最高じゃん。え、めっちゃいいよ。めっちゃいいよ。めっちゃおすすめするよ、これ。わーお。わーお、わーお、わーお。付録？これ、本当に付録？もう、ジーナさん、ありがとうございます。ちょっとね、口紅見てみよう。口紅もすごい良さそうだったの。写真で見た時もめっちゃ可愛いって思って、1個は色なんだろうな、うん、色書いてない、これ、あー色書いてないのちょっと残念だね。ラズベリーピンクとデコラッタブラウンらしいです。多分ラズベリーピンクとデコラッタブラウンです。まずこの色からいきますね。デコ、あ、違う、テラコッタ、テラコッタね、テラコッタブラウン、テラコッタブラウンからいきたいと思います。もうこの色はすでにね、もう、あ、もうこれ絶対好きって思う色だから、いきます。ここでいいかな。おー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 おおおお、スルスルっといったね。ほー、色がかわいい。うんうんうん、いい感じ、いい感じで、すごいスルスルっとしてて、
まあ、マットじゃないけど悪くないって感じ。ツヤツヤでもない、なんかセミマット、まあ、普通の口紅って感じ。ラズベリーピンクいきます。これね、気をつけないとこつくね、こっちに。まあいいや、いきます。薄い？ちょっと薄いねこれ。あー、なんか思ってたよりも色が違う。これに関してはリップクリームに色がついた感じ、色付きのリップクリームっていうのかなって感じ。なんか発色がちょっと違う、こっちと、うんって感じっていうのと、あと見た感じの色ではないかな、もうちょっと濃い色かなと思ったけど、全然そんなことなくて結構、うん、明るめのピンクって感じでしたね。うん、これはちょっとまた違うね感じが。私はど、うん、やっぱりこっちのテラコッタの方が好きかな。まあこれに関しては今ちょっとねスワッチはできないんだけど、また後でね、あのまたつけた時に見せようと思います。これね、この色いい感じ、なんか仕事の時でも使えそうだから、もう今すぐに色を使ってみたいですね。うん、色は全然いい感じで本当に可愛らしい感じです。自然な感じ、うん、別に悪くないと思う。ってことで、早速、なんだっけ、チュートリアルを始めたいと思います。はい、こんな感じで、あとはアイラインとつけ回します。はい、でこれがもう一つのリップになります。これはね、ちょっとね、ムラになるかなと思います。どっちかっていうと、まあ、発色はそんなに、もう一個のとそんなに、うん、いいってわけではないけど、まあ、なんか自分の口紅の色を生かしながら、色をちょっと付け足した感じ。本当にリップクリームに色がついた感じなの。はい、ということでこんな感じに仕上がりました。まあ、前回のクリスマスカラーメイクにちょっと似た感じですね。まあ、あのこの間はゴールドのアイラインだったので、また見え方がちょっと違ってくると思うんですけども、それでもまあこんな綺麗にできました。もう全然その気はなかったんだけど、これもまあクリスマスにも使えるルックじゃないかなと思います。で、1点だけちょっと残念だなって思ったことがありまして、正直に言うと、このパレットについてくるハイライトなんですけども、一応ここにちょっと塗ってみて、まあツヤ感は確かに出るんですけども、乾きはしないので、あのちょっとね、髪の毛がどうしてもこんな感じで
くっついちゃうってことが起きてくるので、ちょっとハイライトとして使うのはちょっとって感じでした。なんか乾く要素はなくて全然もうべったりしてるので、ちょっとと思いましたね。もし使うのであれば唇とか口紅の上にちょっとキラッとさせるツヤ感出すものとして使えるんじゃないかなと思います。まあそんな感じで今日のチュートリアル終わります。レビューもね、ここまで見てくれてありがとうございました。もしよかったらインスタグラムフォローお願いします。そしてLikeお願いします。ではまたねー。